今日も場当たりしてきました。鼻が痛すぎ、寒くて。寒くて鼻が痛いです。ではちょっとリオンくんにおやつを。おやつがもうない。おさえりは、おさえり、おさえり、おさえりは、お座り、いいよ。今日は一日長かったです。一日長くてお疲れ様でした。明日パークのメンバーさんにカップヌードルを持っていこう。私も自分用に持っていこう。これは今日ご一緒したキャストさんにあげます。私これ持っていこう。これ私めっちゃ好き。カップヌードルのタンタン、スープを食べ尽くすタンタンです。まだまだあります。でもこの間あのジョーステライブの稽古に結構持ってったので、だいぶここが減りました。なんかさ、トマトとかあるはずなんだけど、トマトとかどこにあんだ。トマトとうま塩が見当たらない。なんかカレーと味噌とタンタンと普通のしか見当たらない。あ、チーズカレー見っけた。チーズカレーも持っていこう。これチーズカレー大好き。あとはトマトとさ、トマトとうま塩も、ここチーズカレーだ。トマトとうま塩もあるはずなんだけど、ミオンのネギ塩だ。あった、トマト見っけた。ほら、うん、ちょっとマネージャーさんにねあげる約束したの。だからもうちょっと袋に分けよう。
全部2個ずつと、この焼きそばも入れましょう。焼きそばとトマトでしょ。奥さんとマネージャーさんに一つずつ、トマト、あとこちら普通の味、普通の味とこちらのカレー。やばい、なんか入らないな。まああと味噌、ちょっと待って、入らない。入らないな。辛いやつ、辛いやつも2つ。トマト入れた？トマト、あとなんか何味にしようかな。あ、ネギ味噌見つけた。シフトあげよう。シーフードとごまタンタン1個ずつ入れようかな。うん、大量、大量です。重い。重すぎ。辛いやつどこだ？これ見つけるのが大変だね。段ボールであれしてるから。私はこの辛いのが食べれないので、あげます。明日の稽古に持っていきます。私はこれ食べよう。これ美味しそう。眠れのスイッチが入ってきた。
とネギ塩も入れよう。おいしょ。ちょっとマネージャーさん邸に、これめっちゃ好き私。マネージャーさんと奥様に大量カップラーメン、カップヌードルをプレゼントいたします。重っ、これを持っていくのが重いわ。でもさ、いろんなカップヌードルの詰め合わせって嬉しくないですか？これを持っていくんだ。出るよ。400、あ、間違えた、726日連続ありがとうございます。726日を迎えました、リオンくん、ただいま。あ、ブーク、ライオンタワーありがとう、嬉しい。ちょっとリオンくんがめっちゃペロペロしてる。なーによ、よいしょ。テロップそのまま行きますかって、すいません、テロップ、何味のカップヌードル作りたいかな。私作れるとしたらエビですね。エビ、エビ、エビラーメン作る。エビとエビ味噌ラーメンと、あとホタテバターも美味しそうじゃない？ホタテバターラーメン。わあ、ロゼいいね。ロゼは美味しそう、センスいい。確かにロゼ作りたい。絶対おいしいや。今ジョーステライブのキャストさんにカップヌードル配ってるんですけど、ちょっとこちらをね、マネージャーさんに全種類2個ずつを奥様とに持ってくのと、あとあのポーカーの学校の先生にあげようかなと思って、ポーカーの学校の先生にも全種類持ってこう。いつもお世話になってるから、ただ持ってくのが重いね。あ、かわいい、ただいま。めちゃくちゃ甘えてる。なに、ただいま、ありがとう、大好きだよ、うん、大好きだよ。ロゼ、ロゼクリーム、もうクリーム入ってるか、ロゼが
ロゼパスタ食べたい。台湾のディズニーランド、アナと雪の女王始まったんですよ。めっちゃ行きたい。アナと雪の女王。香港だ、間違えた。ごめんなさい、香港です。台湾は台湾で行きたいんだ。また別で、私は。ディズニーランドは香港です。香港と台湾と韓国行きたい、今。なんか今疲れててさ。ね。もう食べまくっててやばいね、本当に。マジでデブっちゃう。この間も言った通り、プライベートを楽しめてなくて。お仕事は楽しいんですけど、プライベートのリフレッシュができてなくて、それでなんか疲れちゃって、もうなんか湯本亜美がさ卒業して、もう私も私で事務所仕事してるし、結局アミは舞台ですごい毎日稽古だから全然タイミングが合わなくて、今お休みがあったら何日くらい欲しい？5日。5日で3日間旅行行って、1日ディズニー行って、1日何にもせずにお家でゆっくりしたい。4日間ぐらいはやっぱ行きたいね、海外。ああ、てか、なん、あとさ、なんでこんなに憂鬱な気分になっちゃってんだろうと思ったら、冬だからです。寒いから朝本当に起きれない。朝起きるのが冬って本当に辛いね。リオンはさ、なんでさ冬でもさ早起きなの？昼間寝尽くしてるから、だから朝早いの、起きるの。りーくんってさ朝起きるの早いよね。どうして？私のズボンペロ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 くん。あくびが止まんない。でも私ショールームさ全然できてなかったの、今月会食入って夜20、なんか止まっちゃった。会食入って24時までに家に帰ってこれなかったりとか、自分が体調崩して配信できなかったりとか、全然配信できてなかった、あーディズニー行きたい、海外も行きたい、ハワイ行きたい。今はあったかいとこに行きたいね。リオン寒くない？
ねリオン寒くない？どう思う？寒いよね寒いよね寒い同意見だって首が止まんない あと憂鬱なのはもう一個あってさなんか TikTok とかでさカップル YouTuber さんとかさカップルのなんかねカップルの微笑ましい動画がいっぱい流れてきてクリスマス間近になると独り身には辛い時期になりましたね。今年初めて暖房をつけます今から。今年初の暖房デブデブデブデビュー。でも暖房のリモコンが冷房でした設定が今ようやくつけました初暖房なんか寒くてもさ暖房で喉枯れたら最悪と思ってつけてなかった、うん彼氏欲しいとは思いませんですがなんか楽しそうな人たち見ると切なくなります自分は一生そういう楽しみを味わえないんじゃないかと デコポン&ユース味だった。全然彼氏欲しいと思わないし全然羨ましいとも思わないんだけどカップル YouTuber さんとかのデート動画とか見ててもだけどそういう存在がいるっていいなって思う意味わかる？まあ私にはリオンがいるんだけどリオン行かないでリオン私にはリオンがいるんだけどって言ったそばから離れないでお願いリオンがいるから寂しくないって話をしたのその瞬間離れられたら一気に切ないリオンが男友達がいればいいんじゃない？一人もいませんもう男友達の方ができない気がする一生男友達って何？どうやって作ってんのみんな。てかどうやって友達になるの？いやそもそも友達がいないんだもん。女も。
女友達がいないんだから、男女関係なしに。つら。リオン、おいで。おいで。お姉ちゃんとこ来て。ペット飼い始めたら一生独身な気するわって。うん。もうペット飼い始めたら終わり。本当に。本当にペット飼い始めたら、だってもうペットほど自分を裏切らない人いないもん。ペットの人生は私だから。本当にペットほど可愛くて愛おしくて自分を裏切らなくて、こんなに、いやー、おもちゃ持ってきた、可愛い。子供にもできるし、妹にもできるし、恋人にもできんだよ、ペットって。すごくね。なんかさ、付き合えてもいないくせにさ、なんかカップル YouTuber さんとかがさ、なんか5年とか3年とか言ってるとさ、なんかそんなに続いてんのがまずすごいなと思っちゃうんだよね。どうやって、まず人を好きになれないのに、どうやってそんなに好きで居続けられるの。そしてどうして私はアイドルなのにこんな話してんの。なんかさ、職種が違う人と今めっちゃ関わるじゃん。まあ、AKB の仕事よりも事務所の仕事の方が割合的には多くて、今の期間はね。だからアイドルじゃない、本当にね、だからダンスの先生とか歌の先生とかさ、まあ、別に役者さんって恋愛禁止とかないじゃん。とかメイクさんとかさ、まあ、ポーカーの先生とかさ、事務所のマネージャーさんも奥さんいるし、なんか恋バナが当たり前なの。もうなんか AKB の楽屋では全くない会話が普通に繰り広げられてるわけよ。で、私には一回も振られないわけ、当たり前のように。なんで？話すこともないけどさ、話すこともないけど、なんかもうポーカーのさ先生の彼女が超可愛くて、めっちゃ可愛くて、美人って声出ちゃったぐらい綺麗なので、私の事務所のマネージャーさんの奥さんも綺麗なの、私若いし。だからこの間私のためにさ、みんな来てくれてさ、マネージャーさんと奥さんとポーカーの先生とポーカーの先生の彼女と私の5人でポーカー学校でポーカーしたの。もうなんかわかんの、わかる？なんか自分のパートナーにだけちょっとなんか違うな言い方みたいな感じ。だから別に恋バナとかしてるわけじゃないんだけど、繰り広げられる恋の世界観みたいな。なんかいつもずっと敬語のポーカーの先生が、お
あ、奥さんじゃない、彼女にだけはやっぱタメ口なわけ。もうそれもうなんかあって感じだし、なんかマネージャーさんもなんか奥さん絶対可愛いと思ってんじゃんみたいな節々になんか感じるところがあって、でそんな彼女さんと奥さんが可愛い可愛い言ってくれて、私のことをありがとうございます。うん、ごめん、このモードだと毎回酔ってるってくるんだけど全く酔ってない、あのシラフで、これっていうね。なんか事務所がさとかさ、事務所のマネージャーさんが結構恋バナ大好きなのよ。でさ、自分の恋バナなの、しかもまあ私とかがないからなんだけど、なんかコミちゃんはどういう人がいいのとかよりも、なんかこの間とか言って、毎回自分の恋バナしてるじゃんっていう感じなのよ、みんなそれぞれが。だからなんかさ、すごいなんか楽しそうっすねと思って、楽しそうっすね、なんかねえみたいな。おもろいよね、自分の恋愛の話めっちゃ話されてんだもん。だからさ、まあそういうさ恋愛話になったらさ、まあ一応さ私も蚊帳の外にすることはできないから、みんな振ってはくれます、最終的に。なんかコミちゃんはどんな人がいいのみたいな。で毎回なんか理想だけ言ってる自分もなんか恥ずかしくなってきて、なんか毎回理想だけ言っちゃってすいませんみたいな、すごいこの子理想喋んじゃんみたいな、願望と理想しか喋ることないからさ、願望と理想喋んだけどさ、え、なんかすごい願望と理想毎回喋ってるとなんかわかる、なんかすごいなんか切なくなる。別にいいことなんだけどね、好きなタイプとかを言うってことは。でも言って何になるのって思うんだ最近。もう聞かれすぎて、なんか出会いないんですかとか、どんな人がタイプなんですか、出会いないんですかからまず始まり、あ、全くないですねって。そもそもそんなに男性とお仕事を一緒になるってこともないし、スタッフさんとかマネージャーさんとかに対して、仕事関係の人に対して一切そういう、そもそもそういうベクトルで見てないじゃん。もうお父さんお母さんみたいな、お兄ちゃんお姉ちゃんみたいな感じの、また別の家族みたいな、おじ、親戚のおじみたいな感じで見てるから、全くないですねみたいな話をしたらさ、もうそれで話終わっちゃうからさ、気使ってさ、どんな人が好きなのとかって毎回同じこと答えちゃうんだけどさ、毎回同じこと答えながらさ、なんか何年も何年も同じようなこと言ってんのに出会えなくてすいませんみたいな、成長全くなくてごめんなさい、全く進んでなくてすいません、あのなんか理想だけ一丁前に、しかもめっちゃ具体的、理想だけすごい、理想だけなんか成長してっちゃって、そっから進展が1ミリもなくてすいません、なんかって感じ。もう私の理想言って何になんだよって思うんだけど、理想話すしか話すことないから、理想話すしか参加することもできなくて、参加させてくれることに本当にありがとうって感じなんだけど、一通り話して
まあ、だから何って感じですよねって自分で思ってる。でも私がすごい具体的に思ったこういう人がいいなっていうのはありまして、もうそういうのだけどん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 広がっていく。しかもみんなと話してるこのショールームで、私の顔がタイプの人、私の顔がタイプの人ですね。こういうじゃない、なんか48で一番どの子の顔が好きって聞いてミーヨンとか言われたらあーってなるんだけど、サホさんとかヒーちゃんって言われたらあ無理だ、どんなに頑張っても私はその系統ではないってなるじゃん。わかります？でもさ、タイプって一番さ、その人にとっての美徳センスじゃん。だからどんなにさメイク頑張ったりとかさ、ダイエット頑張ったりとかメイクをしたとしても、その人のタイプが真逆だったらそもそももう無理って思って、で私がこの芸能生活をやらせていただいてめちゃくちゃ嬉しかった言葉が、顔面ドタイプが嬉しかったの。ファンの方とか共演者の方とか、そうなんかね、ジョーステめっちゃ褒めてくれんの、キャストさんたちが。女性しかいないじゃん、みんな褒め合いの現場なんだけど、すごい可愛い可愛いね、可愛い可愛いって扱ってくれて優しくて、で純潔の女王の時に共演した遠藤さん、遠藤美希さんっていう女優さんと、あとあのヘアメイクさんがもう本当にずっと顔を褒めてくれて、でもずっと顔面ドタイプって言ってくれて、で顔面ドタイプって本当に一番嬉しいなと思ったの。だって可愛いなんてさ気使っても言えるじゃん。私は言わないけど。何よ、可愛いなんてさ言えるし愛嬌があっても可愛いって言うじゃん。でも顔面ドタイプはもう本当にそのね、顔を褒めてくれてるし、その人にとっての私は可愛いんだって、だから峯岸さんの哲也さんみたいな感じで言ってたじゃん、峯岸さんも。なんだよリオン、私リオンの顔面とタイプ、犬飼いで一番可愛い、私の中ではね、私の中では一番可愛いよ、可愛い顔面とタイプ。なんかビビられちゃった、勢いよく言いすぎて。だから顔面とタイプって言ってくれる人がいいなと思いました。しびれた。おいしい。
うん、かわいい。今の顔はちょっとブスだったけど、あーかわいい。なんでこんなに顔かわいいの。リオンほんとかわいい。でもちょっとね、リオンって顔、あの カメラ映り悪くて、本当に実物の方が可愛い。リオンはなんで君ってカメラ映り悪いんだろうね。なんかちょっと違うよね。画面通すと凹凸ありすぎんじゃない。この鼻出っ張りすぎなんじゃない。これここくちばし、ほら高すぎなんだよ。ここ整えすぎてんの、きっと。整えすぎてるからちょっとあの違うのかもしんない。画面で見るとね。でも実物で見たら超かわいいよ。知ってる？知ってる？リーくんね、リーくん実物の方がかわいいよ。チュッチュはダメ。いいよ。なんでね、リンカンからチュッチュしないんだよ。やべ、お風呂沸かそうと思ってた。ねえ、グーグル今何時？時刻は23時52分です。ちょ、お風呂沸かそうと思ってた。リクンどいて、ちょっとだけ待ってて。寒すぎてお姉ちゃんは湯船を沸かします。ごめんなさいね、最近愚痴の配信しかなくて、もう揺さぐれてる。揺さぐれモード突入だよ。冬だから。かわいい、天使かよ、リーくん。ねえ、なんでこんなかわいいの、ほんとに。ねえ、リオン、リオン、リオン、こっち見て。お姉ちゃんの言葉を聞いて。うわ、無視された。昔は全然欲しかったけど今は本当に美人になったねって。昔は全然可愛くなかったけどって言いたいの？昔は昔で可愛かったですよ。昔は昔で可愛かったけどね。っていうマインドで生きてないと人生疲れちゃうから、私も思うよ。自分の昔の写真見てぶっそーってびっくりする。嘘でしょって、待って、ぶっそすぎるってなるよ。でもそれを自分で思っちゃったら人生辛くなっちゃうから、人生楽しくするにはちょっと自分にプラスにいきましょう。勘違いしない程度で。しかもなんか自分の中でかっこ笑みたいな気持ちで、まあ昔も可愛かったよかっこ笑みたいな感じで、あのそういうマインドで生きてれば素敵に生きれます。
もう病んじゃうから、現実受け止めようとすると。ねね、リオンはずっと可愛いね、赤ちゃんの時から。すごいね、赤ちゃんの時やばいぐらい可愛かったもんな。ねえリオン聞いて、明日本番なんだけど、私どうする？やばくない？明日初日やばいと思う？でもめっちゃ不安だったけど、昨日今日の場当たりでだいぶ、本当にだいぶできるようになりましたし、理解できました。今お風呂どんぐらいかな。やばい、57分だ。よし、じゃーん、ぶーくんありがとう。明日からのジョーステライブ頑張るね。寒すぎるので今から湯船に入ります。ありがとう。リリン、今何時だ？一瞬湯船入れたい。よし、ではランキング読みます。湯船入れました。13位ソフトさん、12位バサシ、11位レナタン、10位リトルサッチーさん、9位羽根馬さん、8位クリス・ロナウド、7位パーチンヘアのユウくん、6位大輝くん、5位プロちゃん、4位リンリンさん、3位カズタカさん、2位ヤジさん、1位ブーくんです。ありがとう皆さん。12月13日のカフェイベント絶賛受付中ですので、ご応募お待ちしてます。12月13日です。26日、落選してしまった方は13日お待ちしてます。ではありがとうございました。明日から